ルベルトさんからお手紙？今は対象をクラウディアに任せて家で楽隠居してるんだっけ。大げさすぎるよ。紹介は今、お父さんが故郷で運営を総括して主要な対象を私が管理するって感じかな。なるほど、運営を総括で管理なんだね。手紙はお母さんの容態は安定してるから心配せず好きにしなさいって返事。合流する前に少しの間ライザと行動しますって確認の手紙を送っておいたんだ。さすが、手回しも的確だね。お父さんがついてるって、お母さん本当に大丈夫？私との旅で長く会えなくなったりしてない？大丈夫。容態って言うから大変に聞こえるけど、お母さんの様子はずっと変わりないんだ。お父さんが一緒にいるのはライザのおかげ。あの時ライザが私たちをもう一度まっすぐに結びつけてくれたから、お父さんも私も遠慮なくお母さんのことを話してどうするかをお互いに相談できるようになったの。それこそ大げさだよ。私が手助けしたとしても勇気を出したのはクラウディア本人なんだから。勇気。どうかした？ねえライザ、錬金術って物を作るだけなのかな？私は忘れて、ちょっとライザに甘えすぎなことだから。なんだかわかんないけど、いつでも続きをどうぞ。クラウディアのことちゃんとわかってるから。ライザ、気遣って考えて遠慮もして、でも言うべき時には言ってくれるんだよね。